はい、こんにちは。これはですね、ステゴサウルスというものです。あまり恐竜の、ね、ぬいぐるみって探すとですね、あるようでいてそんなにないんですよ。数が非常に貴重で、探すと意外といないんですけどね。まあ、これはステゴサウルスのぬいぐるみ。これは100均で売ってるかな、100円のね、ショップのね、ダイソーとかじゃないんですよ。あんまりよく、多分あまり全国的にはチェーン展開はされてはいるけど、あんまり聞いたことないじゃないですか。キャンドゥとかっていう、ところですね。昔確かキャンドゥって1000円ショップっていうのをやって、大失敗してしまったんですよ。で、そこのメーカーが、そこのメーカーじゃない、そこの100円ショップが、あれ、こうぬいぐるみを作ってるということで、これ100円と思うじゃない?100円ショップで売ったら全部100円だと思ったらいけないんですよ。ね、100円ショップで売ったら全部100円かなと思ったら間違いで、これ価格で言うと550円のところに書いてあるのね。で、550円もするの。こうやって。で、550円もするの。1体550円。でもね、これのぐらいのね、リアルさのやつでね、550円って言って安いと思いますよ。ほら、顔もこう生き生きしてるでしょ、この人。ほら。こういうぬいぐるみって目の、位置によって違いが出てくるんですよ。目の位置がね、高いか低いかでもね、変になるの。だから目の位置をこう真ん中ら辺に持っていって、見つけると、いい姿のぬいぐるみっていうのができるんです。だから目の位置が悪いと、変なね、変徳なぬいぐるみっていうのが生まれてきちゃうんで、こういうものっていうのは目の位置が重要なんですね。目の位置が悪いと変なぬいぐるみが生まれてきてしまうので、こういったぬいぐるみっていうのは目が命です、ね、命みたいな、感じになりますけど、目が命です。ですから目の部分というのを大事にしていただけると、こういうふうなぬいぐるみというのが、まあ、出来上がるという感じで、なかなかこのステゴザウルスもね、可愛らしいです。これね、人気があるみたいでね、すぐ置いてもすぐなくなっちゃうみたいなんですよ。だから見つけたら、キャンドゥかなんかの100円ショップに見つけたらね、まあ、100円じゃ買えないけど、550円ぐらいかな、まあ、するんだけども、まあ買ってみると非常にね、いい商品ではないかなというふうに思うし、全体的に見て、なかなか恐竜のぬいぐるみっていうのは、探してみるとありそうでいて意外とないので、そういったぬいぐるみを見つけたらね、購入してみてはいかがかなということで、なかなか可愛らしい人であるんですね。どうもありがとうございます。